で、なぜかってマニュアルだけではそのものは作れないんで、経験がないととは言ったんですね。で、それで OK になったんですけど、同じようなことが今、アメリカでも言えると思いますね。で、日本の場合にはやっぱり半導体技術を求めている韓国とか中国の企業はまだいっぱいあって、日本からその技術者をね、雇おうというような話がまだあるんですね。で、それなんか技術者がその韓国とか中国に技術者をその国賊みたいに言ってますけど、中国とか韓国とかアメリカの人たちっていうのは技術は買うもんだって言ってるんですね。で、そこら辺の文化が違うんです。だからアメリカもそうで、まあ、技術が中国に盗まれるってことは、その有料で例えば企業を買収した場合は仕方ないとかね、だそういうふうに思ってると思いますよ。だからただやっぱりそのジェット機とかその AI のハイテクノロジーはコピーして持ったかれるのはそのやっぱり困るというふうに思ってるんですね。でもそれはもうね、これからの時代ってのは取り締まれないと思うんですね。例えば今やってて困ってるのはディープラーニングやってますけど、ディープラーニングやってて何困ってるかっていうと、100とか200とか300個レイヤーを入れて、パラメータをセットして、まあ、結論出るっていう、そういうね、AI のシステムですけども、どういうふうにレイヤーを設定するかって皆さん公開したがらないんですね。ノウハウだから。それはね、あちこち見たらなかなか書いてないんですよ。だからやっぱそういうのはやっぱり見せちゃうとコピーできちゃうんで、まあ、まあ本当ノウハウのところ、ウェイトと重み付けとか、あとなんだっけ、重み付けともう一つはね、その出た結果を修正するパラメータがあるんですね。で、それをどういうふうに設定するのかっていうのは、まあ計算式あるんだけど、それでもっと計算したからで出るとは思ってないんだけど、まあそういうのを教えたからないんですね。だから、まあ、確かに量子コンピューターのそのプログラムを公開しないっていうのは皆さんまだ公開しないんですね。で、別に公開しても、まあ、確かに今もうちょっと 2,3 年してから誰か公開しちゃうから、まあそれまでは公開しないで付加価値高めておこうって気持ちは分かりますけど、ああいうのはやっぱ誰かが公開していくと思いますね。今公開してないんですよ。で、そういうのを今僕勉強してますけど、だから、まあ、簡単なモデルは作れますけど、難しいモデル、例えば不動産の時価推移とか株価推移とかっていうのはやっぱりなんていうかレイヤーの設定の仕方ノウハウだと思いますね。これやっぱり公開しないでしょうね、多分やってる人たちはね。まあそれをアナリストは他の証券会社に雇えれば、それをまあある程度付加価値をつけて売ってしまうと思うんですけどね。だからこれからの時代っていうのは、情報、特にその軍事情報とか IT 情報の漏洩っていうのは、まあ、かなりその、変わっていくと思いますね。だから漏れないものはないみたいな。だからその僕なんか前から思ってたのは、今現在漏れてもいい、もうその次を研究開発してるんだと。例えば量子コンピューター出てきたら、今プログラム隠してどうせ1年2年経ったら漏れ出すんだから、だったらその次のやつをどん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 先の技術を考えていくんだっていう、そういうことしか多分対応しようがないように思いますね。だからまあ日本の企業っていうのはそういう意味では非常に遠まで、中国に R&D 持ってくる漏れるから持っていかないし、じゃあそうしたことが結局10年20年経って何が起こったかっていうと、完全にそのなんていうか今の島国みたいになっちゃったんですよね。なるほど。漏れないかもしれないけど外からも入ってこない。入ってこない。まあそれがあるんですよね。だから日本の IT 業界ってもう化石みたいになっちゃったのはそういうところあるんですよね。で、まあ確かにその Google とか IBM がディープラーニングのそのコンポーネントいっぱいお客さんに提供して使いなさい使いなさいって言って、ある場合にはもうコーディングまでオープンしてるんですね。で、そうすることによって
オープンソースってやっぱり味方を増やすことですから、味方の人口増えていくっていう、そういうことですよね。それはやっぱり大事だけど、日本の企業ってのはやっぱりそういうのダメですね。ですからこういうスパイもそうですけど、もう一つは周りの絶干とか天青天老と言ってますけど、環境の変化に疎い日本は疎いですね。ここは転換なんだ、転撃なんだと言ってもですね、あえて無理に進んでみたりしてますよね。逆によそのコンピューター絶対入ってこないところに、逆にそういうところに住み着いちゃってると言った方が正しいかもしれませんよね。それはだから、これはだから、昔の人が言った教訓というのは、僕はよく分からなかったので、必ず速やかにこれを去りて近づくことなかれという意味がよく分からなかったんですけど、多分これね、日本のこと言ってるんですよね。住み着いちゃってるんですよね。それはね、なんでこんなこと言うのかなって、それをダメだよっていうふうに書いてる本はないんですけど、僕はそういうふうに思ってるんです。だから我これに遠ざかり、敵はこれに近づかせって、敵にそういうふうな天性があるよ、天狼があるよ、天羅があるよって言って、そこにいたら安全だよというふうなことを言ってね、でお前はそこにいちゃいけないって言ってるんですよね。そういう意味だと思うんですよ、ここは。だからこれ、このまま翻訳するとですね、この訳はちょっと違うんですよね。なぜそうなのかっていうことは、もちろんここに書いてないからわからないんですけど、人間っていうのはそういう自然のおとなしい穴みたいなところ、自然に取り囲まれた網のような草木が茂ったところに隠れてじっとしていたがるもんなんですよね。だそこにいちゃいけないって言うんです、彼はね。それはもちろん敵は攻めてこないけど、でも逆にあなたは敵を攻められないよねって言ってるんですよね。その外でどんどん領土を広げられても分かんないってことですか？そう、だから広いところにいて、まあ広いところにいてどう戦うかってまた別のいろんな問題とか課題があるんですけども、今その落とし穴みたいなところじっとしてればそうした問題は全くないけども、それダメだって言ってるんですよね。だから人間、これね、面白いこと、この文章はね、すごく面白いこと言っててですね、人間はですね、儒学にもそうですけど、立ち止まって先進まないっていう習性があるんですね。それはね、僕はあれは中学かな、高校陸上の全国大会で2000m 出たことあるんですけど、その前に同じ中学のやつが走ってたんで、それついちゃったんですよね。で、結局ゴールしても息切れなかったんですね。ということは、要するにそれでもって自分が勢力を出し切れなかったっていう悔しい思いが未だに持ってますけど、周りに従ってしちゃいけないっていうんですね。これがそうです。もう一つ、だからスパイは、このスパイはですね、気をつけろっていうのは、これは今時代が変わったんで、こういうふうな、玄宗、皇帝、会とか、山林、AY とか言って、そこで、復索しろとか、副官を探せとかっていうのは、そこには副官はもういないんですね。現代はここが変わっていて、逆にそういうふうなところじゃなくて、普通の場所に、そういう副官がいるから、どうするかっていうことなんでしょうね。だまかたら、こういうことを、宇野さんいつもおっしゃってるように、指揮をする人、上の人がこれを心得てなきゃいけないっていうことなんですかね。だからね、上司がね、君の戦略って何かって言わないといけないんですよね。で、日本の企業のほとんどがそうですけど、なんかあなたの戦略ってなんか絶壁に囲まれた谷間にいるような計画じゃないかと、そういう言い方をすればいいんですね。それは安全だよね、だけど何も起こんないじゃないかということが日本の企業の戦略なんですね。で、やっぱり自分の軍がどう動いてどうやるかっていうのは、
敵に知られちゃいけないわけですけども、でもそれはよくなんだっけ、自衛隊がもしくは韓国中国もそうで合同演習やりますよね、はい、合同演習やると敵となるような人を自分の軍艦に乗せるんですよ、オブザーバーとしてね。でそういうふうなこう軍艦の 中を見せたりするわけですよね、航空母艦と かそういうふうなこうやっぱ漏れちゃうものはもう見せちゃいなさいみたいな、うん、だけどそのできればその本格となる戦略は公開しちゃいけないみたいな、例えばなんていうか今言った量子コンピューターのロジックなんてね、なかなかディープラーニングもそうだ、レイヤーの設計って難しいっていうか、どうすれば株価を予測できるかって、パラメータの設定によってはかなり正確に予測できるんですね。例えば企業によってはもう ほとんど 100% 予測できるようなシステムもあると思うんですね。僕知りませんけど、あると思うんですよ。でそういうについてやっぱりただで教えないみたいな、そういうのはありますよね。ただ自分が雇ってるIT 会社には公開せざるを得ないんでね、そう全部自分の会社の中でやることはできない。でも量子コンピューターの場合だったらもう外注出さないで自分の会社で絶対やるっていうのは今の段階だったら正しいかもしれませんね。だレイヤーのパラメータの設定のところだけは外注しないとかね、いうことはありますね。だけどどこまでこう見せるか見せないかっていうのは、スパイにどこまでこう公開するかっていうのはまああるんでしょうね。だから今の場合はだからここで昔と言ってるような検査構成会三輪 AY っていうのどこでもこの AY っていうか要するに草茂ったところっていうこの AY のこの部分だったらもう見せていいよっていうふうな、そういうことなんでしょうね。でそういうふうな基準が実は今の日本ではですね、セキュリティプログラムがはっきりしてない。いまだに日本は検査構成会三輪 AY 全部ダメってしちゃうんですけども、結局そんなことするから全部漏れちゃうんですね。だからそういうふうなこうなんていうかな、絶対漏れちゃいけないようなやつと、まあマニュアルみたいにもそんな の漏れちゃうんだから中国に売っちゃえみたいな、技術標準とかね売っちゃえみたいな、そういうふうなこうもっとこうある意味では厳格なセキュリティ管理が必要だと私はここではそう言ってるような気がするんですよ。で逆にそのなんていうかな、うちはセキュリティ厳格だって言うけど本当に厳格で全部鍵かけて閉じ込めちゃってるようなこと企業が多いんで、それこそ全角じゃなくて、これ中国で英語で LUX って言うんですけど、LUX、LUX、LUX、もう締まりのない厳重な管理ね、要するに全て鍵かけちゃうっていう、そんなこと日本やってるんですよ。そんなことやってるからですね、全部漏れちゃうんですね。だそういうふうなことがですね、ここでのポイントになります。だから、まあ、そういうふうな理解をする必要があるんですね。でその次はですね、これは長い文章なんで私ちょっとちょん切ったんですけど、敵が自軍の近くにいながら平然と静まり返っているのは彼らが占める地形の厳しさを頼りにしているからである。これはねちょっと変な日本語ですよね。敵近くして静かなるはその剣を頼めばない。これは英語何と言ってるかというとですね、 When the enemy is close at hand and remain quiet at hand 近くに He is relying on the natural strength of his position。 で彼は自然のね環境のに頼っているんだ、静かにしてるのは自然の環境に頼ってるんだ、その剣を頼めばない。ここはですね、敵が自分の人がいない平然して彼ら占める地形の厳しさを頼りにしているのである。
まあ間違いではない。これでも、日本語おかしいんだね。遠くにいる敵がわざわざ攻めてくるのは、こちらが進軍することを望んでいるからである。遠くにいる敵が攻めて、あ、これはそうですね。遠くして戦いを挑むは人の進む歩するなり。そうですね。平地に布陣しているのは彼らがの地形が有利だからである。木々がざわめくのは敵軍が森林の中を移動して進軍しているからである。草を覆いかぶせてあるのは伏兵の存在を疑わせようとしているからで、草むらから鳥が飛び出すのは伏兵がそこにいるからである。これどうですかね。その居るところに稲るは稲なればなり、秀樹の動くは来たりなり。秀樹の動くは来たりなり、秀樹の動くは来たりなり。そうですね。秀曹の小王家は稲なり。そうですね。稲なり。鳥の立つは福なり。そうですね。銃の驚くは福なり。獣が驚いて走り出てくるのは人の敵軍が進行しようとしてるから。そうですね。服なり、服っていうことは、砲弾の服っていうのは奇襲攻撃の服ですね。散り高くしてするときは車の来たり、車っていうのは軍車ですね。戦車、戦車がね、進撃してくる。それから砂陣が低く垂れ込めて広がっているのは歩兵部隊が進撃している。これは低くして広きはとの来たりなんですね。三次手上達するは詳細するなり。これは三次手っていうのは砂陣のあちこち散らばって細長いのは薪を集めているからで、砂陣の量が少なくて行ったり来たりするのは軍営を張る作業をしている。これそうですね。